皆さんこんにちは。教育ライブチャンネルクルー第18回目です。現在日本時間3月19日火曜日お昼の12時です。エフェクトインターナショナルスクール池尻大橋校からお送りします。私は MC を務めさせていただく西牧理沙です。帰国子女を対象とした英語スクールエフェクトインターナショナルスクールの自由が丘校の責任者をしております。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日のメニューです。学校紹介のコーナーでは神奈川県川崎市にあります東光学園中学校高等学校の三浦先生にお話を伺います。エフェクト英語クルーのコーナーではエフェクトインターナショナルスクールの金子先生にケンブリッジ英語検定についてお話ししていただきます。それでは教育ライブチャンネルクルーのスタートです。はい、それでは学校紹介のコーナーです。担当しますのはエフェクトの小林です。よろしくお願いします。本日はですね、東光学園中学校高等学校の入試対策部長三浦俊之先生においでいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、まず東光学園の場所や環境についてお話を聞かせていただきたいと思うんですけども。はい、はい、お願いします。はい、東光学園は神奈川県の川崎市、はい、川崎の北部にありまして、麻生区というところにあります。はい、電車で行きますと新百合ヶ丘から2つ目の、はい、栗平というところに学校がございます。はい、新宿からですと急行で、大体20分、28分から30分ということで、非常に都会に近いエリアにあります。そうですね。急行の停車駅になっております。はい、京王線からもスクールバスが出てますので、非常に通いやすいかなっていうふうに思っております。はい、それではですね、東光学園さんの方は帰国生が結構多いということで、はいはい、その辺あたりのお話もお伺いしてよろしいでしょうか。そうですね。はい、創立者が海外に眼を向けようということで、40年以上前から帰国生留学生を取り入れて、当時としては珍しくですね、修学旅行を海外に行ってまして、上海に行ってました。はいはい、小倉から船に揺られて上海に行き上海に着いた時には生徒たちは皆さん船酔いをしていまして、で港に着いたら中国の楽団に迎えられてビビってしまって、トイレに駆け込んだら扉がなかったというそんな異文化体験をしました。まあ、それ以来帰国生たくさん入れておりまして、今表に出てますけれども、各学年約1割の帰国生がいるということであります。はい、こちらが出願時の滞在国を表しております。はい、はい、では学校の特徴というか魅力のあたりについても。そうですね。はい、説明会では、東光学園には7つの魅力があるんだということですね。はい、1つは施設設備、それから2つ目は、生徒の学力を伸ばす学習システム、はい、そして3つ目はきめ細かい生徒指導、4つ目は盛んなクラブ活動、そして5つ目は充実した学校行事、そして6つ目が抜群な大学進学実績、はい、そして7つ目は、時代のニーズに合った取り組みというところ、今日少しこれ辺をですね、魅力を語れればなっていうふうに思っております。はいはい、でこちらが今画面に出ているのはですね、東光学園の上空から撮った写真で、まだ緑の残る多摩丘陵の端に学校がございまして、まあそうですね、都会のコンクリートに囲まれた学校とはちょっと違うのかなというところで、およそ9万平方メートルの敷地の中にさまざまな教育施設がございます。最近このグラウンドをですね、人工芝化いたしまして、サッカー専用グラウンドにし、そして隣にあった山をですね、購入して新たに、グランドを作ったということで、英語で言うとこちらがビフォー、そしてこちらがアフターということで、このサッカーのこけら落としゲームに卒業生の中村俊介君などが登場したというところがございます。でこちらが新しくできたグラントです。はい、そして今までは外にあったプールをですね、はい、屋内型の温水プールに変えたというところで、今年は水泳部の人気も高かったのかなっていうふうに思います。
まあ、こちらあの一般教室になっておりまして、うんうん、まあ、私学ですので全館冷暖房と、はい、図書館の方も蔵書59,000冊ということで非常に蔵書も多く、特徴としては自習室というんですかね、はいはいはい、このような自習ルームが非常に、豊富だというのも特徴かと思います。食堂も完備しているというところであります。でクラブの施設もですね、はい、まあ、短い時間で効率よく練習するためにということで、うんうんうん、テニスコートも全天候型ということで雨が降ってもテニスができるようにということで、まあ、施設は素晴らしいものがあるのかなっていうふうに思っております。はい、ありがとうございます。そうしますと中身の方も気になるんですが、学習システムの方もちょっと。そうですね、はい、常葉県は6年間を3つのスパンに分けておりまして、はい、まあ、中1と中2の時はとにかく家庭学習の習慣をしっかりしようとつけようということですね。はい、2週間おきに毎朝10分間試験というのが行われてまして、うん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 、月曜日は国語、火曜日は数学、水曜日は社会と前の週にやったことをチェックして、そして基準点を取れなかった場合には翌週の放課後に補習や追試が行われるということ。きちっと一つ一つですね。そうですね。サッカー部の子によく言うんですけども、はい、また追試なのと。追試ってことはクラブ活動に出れないってことだよというようなことを言っております。そしてどこの一貫校さんもそうだと思うんですが、うんうん、まあ、中3と高1の時期というのは、中3とそれから高1の時期というのは非常に中だるみしやすいので、はい、東光学園では男子6クラス中2クラス、女子4クラス中1クラス、うんうん、まあ、特進クラスというのを設置しております、はいはい、一旦入ってしまうと男の子はのんびりとしてしまう性格があるので、うんうんうん、もう一度高1でシャッフルし直して、うん、高校2年生から生徒の希望によって国公立文系、国公立理系、うんうん、私立文系、うんうん、私立理系という4つのコースに分け、うんうんうん、さらに、まあ、東大京大あるいは医師薬系はどうしても、添削の授業が必要になってくるので、うんうん、で少数生のアルファクラスというのを設置しているということで、まあ、入学時よりもクラスが増えていく、うんうんうん、まあ、きめ細かい指導が行われているのかなって。入学時よりクラスが増えていくんですね。そうですね。まあ、帰国生が多いので、うんうん、英語の方も中1から高3まで完全に取り出しているというのが特徴かなっていうふうに思います。はい、わかりました。ありがとうございます。そうしますと次はですね、英語の指導。そうですね、まあ、こちらは、はい、ネイティブが週2時間、うん、はいはい、そして、日本人教師が、まあ、学校英文法を中心に3時間ということで、うんうんうん、まあ、持っている英語力を落とさないようにということで、うんうん、システム化されているのかなっていうふうに思います。はい、常葉学園はですね、ちょっと最近はちょっと数が減ってしまった、うん、特別な男女別学というちょっと特別なシステムなんです。そうですね、この辺りも、非常にユニークなシステムだと思うんですけれども、はい、まあ、男子6クラス女子4クラスというところで、うんうん、まあ、授業を別学化していると、はいはい、放課後のクラブ活動や委員会活動、学校行事については一緒にやろうというちょっと変わった学校で、うちの女子生徒が言うには、はい、女子校でありながら男女共学が味わえる美味しい学校というふうに言っております。で、帰国生の多い学校でもあるので、うんうん、2人担任制というのを引いておりまして、まあ、必ず専任の教員が、まあ、タイプの違う教員ですかね、うんうん、英語と数学とか国語と理科とか、うんうん、2人、の、専任の教員が40人の生徒を見ていくと。なるほど。そして女子クラスについては必ず1名が女性教員ということで、私にも娘がいるんですけれども、はい、やはり思春期メンタルな部分あるいは体の部分というのは母親に相談してましたから、ーホームルームにおいても女性教員がいるってことは大事なのかなっていうふうに思っております。そして教員集団は、はい、持ち上がり担任制というのを引いておりまして、うんうんうん、6年間、もちろんクラス替えは毎年しますけれども、うん、持ち上がっていくということになっております。まあ、そういうことで東光学園は非常に教員の数が多くて、全部では204人。200人ですか。専任教員だけで169名、まあ、専任率 82.8% というのは、まあ、首都圏最大級なのかなと、まあ、この教員の数をさまざまな教育活動に使っているというところで、まあ、どうして、まあ、男女別学にするのかといいますと、うんうんうん、やはり男の子と女の子には適性に応じた教科指導が必要なんじゃないだろうかと、うん、まあ、入学してきた中学1年生を見るとですね、はい、このようにですね、朝から鬼ごっこしてますね
大きな声を上げてホームルームに行くともう汗だくだくになってるお子さんよく見かけますね。はい、それを遠くから女の子が冷ややかな顔をして見ているということで、おそらく成長曲線が違うんではないかなということで、ホームルームは別にしていると。このように雪が降っても男の子は鬼ごっこをしているというのが特徴かと思いますね。で私もあの男の子のクラスと女の子のクラス、はい、あの2つとも授業に行くんですけれども、うんはいはい、女子クラスに行くときには色チョークを持って行ってですね、板書を丁寧に書くと。女の子はノートを取ることに命を捧げてますから、非常に定期試験対策っていうのはバッチリなのかなというふうに思ってます。でも男の子は試験前になると、まあ、あのプリントがないとか、このスペルが読めないとか情けないことを言うので、僕はあの男の子のクラスに行くときはですね、あのカラー印刷したのを冊子化して週末チェックすると。なるほど、似合わないですけど女の子の小テストにはですね、シールを貼るようにしてるんですね。そうですか、女の子喜びますよね。そうですね。でもこの間ですね、はい、あの女の子にですね、はい、シールは強く貼らないでくれって言われたんですね、はい、どうしてかなと思ったらですね、はい、女の子はですねこういうふうにノートに貼り替えてるんですね。はい、一度剥がしてですね、やはり男の子と女の子ではちょっと違うんではないかなということで、まあ、男の子の場合にはですね、まあ、根拠のない自信を持ってまして、うんはい、大学入試でも、はい、もう大丈夫だ大丈夫だと、うん、女の子は逆にですね、うん、心配するというようなところがあるのかなっていうふうに思います。まあ、カリキュラム的な特徴を言うとですね、共、はい、学校に行ったら家庭科の授業を女の子がやってしまうのではないかと思うんですが、東光学園ではですね、男子に中1から高2まで必修にしてまして、ABC クッキングから素材を入れて和洋中できる男を作ろうと。これからはですね男女三角の時代なので、まあ、男の子は料理することが大事なのかなと、ね、まあ、被服の授業をやらせてますんですが、はい、このようにですね、あのピンクですけども、まあ、母の日キャンペーンだったんですけども、一部あの、ね、彼女に行ってしまったといったのが怒ったんですけれども、はい、そのような形でですね、男女別学の効果っていうのはあるのかなと。逆にあの解剖実験を共学校でやると男の子をやってしまうんじゃないかと思うので、東光学園ではですね、女子にこのように一人一人に顕微鏡を与えて、実験をさせると。それから女の子はですね、妊娠出産子育てと大事なイベントがありますので、まあ、あの養護教諭がディスカバーバイバースということでですね、このような事業も展開しているというのが特徴なのかなっていうふうに思います。はい、まあ、こう男女別学の良さを生かしても指導を変えつつ、そうですね、伸ばしていくというような取り組みがされている。それが特徴だと思いますね。面白いですね。東光学園6日制の学校になっておりまして、はいはいはい、まあ、あの土曜も授業をやるというのが特徴かなっていうふうに思います。はい、なんかその土曜日にはなんか東光学園オリジナルの面白い取り組みをされているということなんですけども、そうですね、はい、あの最近よく話題に上るのはですね、はい、大学の訪問授業ということで、うん、土曜日の4時間目にですね、大学の著名な先生方が東光学園に来ていただいて、うん、あの授業してると、はい、まあ、あの早い段階から、社会学はどんなものなのかとか、心理学とはどんなものなのかとか、そういったものを教えることによって、うんうん、まあ、自分の将来設計に役立ってんのかなというところで、うんうん、まあ、今の言葉で流行りの言葉で言えば、うん、まあ、高大連携キャリア教育の一つとしてですね、うんうん、使われてるのかなっていうふうに思います。土曜日にやるので、はい、あの講義に聞けない人のためにこのように冊子化しており、またあの学校とは全く関係ないんですけども、はい、東光学園の授業面白いじゃんということで、筑波のプリマー新書からですね、東光学園の授業が出てるというのも特徴なのかなっていうふうに思っております。はい、すごいですね。これはね、もう私も聞きたいぐらいですね。そうですね、最近保護者の方もね聞きに来たりしますけれども、はい、ありがとうございます。なんかこの取り組み以外にもなんか特別な講習だとかも多いですか？そうですね、あの教員の数も多いので、はい、放課後にあの600の講座がございまして、600、あの大学入試講座があったりとかですね、はい、うんうん、あるいはこうなんていうんですかね、こちらにもありますがスペイン語入門とか、はい、御朱印を集めてみませんか、なるほど、実験合成研究室とかパソコンを使いこなそうとか、オンライン英会話、星空を見上げようとかですね、焼き物の世界とか、まあ、宿泊型のコビ研といってですね、古典美術を研究して旅行するツアーもありますね。ほとんどこれは教員の趣味ですね。こういったものがひょっとしたら生徒の知的好奇心をですね、刺激するんではないかなっていうふうに思っております。まあ、いろんなものをこう選ばせる、まあ、多様な時代なのでさまざまな講習があるというのが特徴なのかなっていうふうに思っております。
素晴らしい。やっぱこれはやっぱ教員の数が多いというところがやっぱ一つポイントになりますかね。わかりました、ありがとうございます。まあ、あと東光学園さんといえばやっぱりあのクラブ活動、うん、そうですね、外せないところと思うんですけども、非常にクラブ活動の盛んな学校で、はい、運動部だけで20団体、20、はい、それから文化部だけで31団体ということで、まあ、あの勉強も皆さんしっかりやりますけど、うん、クラブ活動も一生懸命やってるのかなと、うん、まあ、あのこちらは中学1年生ですとサッカー部、やっぱり中村俊介君に憧れてというところでしょうかね、うんうんうん、 それから女の子はダンス部やテニス部といったところで、まあ、文化部と運動部が半々ぐらいなのかなっていうふうに思います。まあ、最近文化部ではこの合唱部とかですね、まあ、非常に元気があるのかなと、変わったところではですね、競技カルタ部とか、あるいは帰国生ではこの模擬国連部とかですね、全国大会に行ったりとか、まあ、ダンス部なども全国区なのかなと、まあ、サッカーもですね、人気だけではなく実力の方も非常に高いのかなっていうふうに思っております。はい、すごいですね。はい、あとはまあクラブ活動、まあちょっと課外が多かったものですから、あと学校行事なんて結構そうですね、東光学園は2期生の学校で、はい、非常にあの学校行事の多いもので、はい、7月はあの夏はですねサマーキャンプということで、長野県に行って飯盒炊飯をしたり、このように農業体験をしたりというところで、まあ、リーダー育成をしているというところでしょうか。で、中学3年生はサマースクールということで、まあ、日本の文化、京都、奈良、広島というのを研究ツアーしているというところでしょうか。はい、9月はですね、はい、文化祭ということで、はい、まあ、緑の多いエリアなので記録祭ということで、まあ、これまでやってきた成果をいろんなところで示していこうということで、男の子の作品展示と女の子の作品展示の違いを見ることができるというのもう、ね、男女別学校のユニークなところなのかなっていうふうに思っております。非常にあの人気の文化祭で、非常にあの集客が力の多いイベントなのかなっていうふうに思っております。はい、で体育大会ですね、で後ろの方にもあの見えますけれども、はい、行事は一緒にやろうと、男女一緒にということですね、授業は別だけれども、学校行事やクラブ活動は一緒にやると、で、まあ、どちらがリーダーであってもいいんじゃないと、いうことで、基本的にはですね、このように生徒たち主体でですね、教員は黙って、生徒に任せると、はい、まあ、お互い協力し合っていいものを作っていこうというのが、まあ、東光学園のスタイルなのかなって思います。で1月はスキースクールということで、中1から高2まであのスキースクールになってます。まあ、中1の生徒は最近スキーやらないので皆さん初心者で、みんなバタバタとゲレンデに転んで寝てるクマさんを起こしてしまうぐらい激しく転んでますけども、まあ高校2年生ぐらいになるともうガンガン滑っていくということで、まああの学校ではあの高校2年生で最後はバッジ試験を受けてもらうということで、まああの資格が好きな学校なので、こういったイベントの後もバッジ試験を受けましょうということになってます。まあ、高校2年生までにガンガン滑っておくと、まあ、高3の大学入試では絶対に滑らないということで、そこでは滑らないということで、まあ、イベントの多い学校なのかなっていうふうに思います。で修学旅行は、はい、あの現在あのカナダに行っておりまして、向こうの学校と交流しておりまして、1日だけ向こうの学校の授業を受けるということで、我々あのからはですね、こういった日本文化を英語で伝えていこうということになっています。まあ、せっかく大自然なのでカヌー体験ということで、はい、男の子必死に聞いてますね、はい、説明が英語だからですねなるほど、聞いてないと溺れてしまうということで、そうですね、まあ、こういった異文化体験も大事なのかなっていうふうに思っております。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、それでは次にですね、あのもう出てますけど進路指導、進路結果についてもちょっとお伺いします。そうですね、はい、あのまだあの2019年の結果が全部出てませんけれども、はいはい、まあ、あの皆さんクラブと勉強を両立する進学校ということで、どういう進学校なんですかということをよく言われるんですが、まあ、あの国公立大学に10年連続100人以上の合格者数を出しているそういう学校で、まあ、あの今年もまだ全部出てませんけれども、東大は7名だったかなということで、はい、まあ、生徒たちは自分の目標に向かってしっかり頑張っているのかなというふうに思います。まあ、あの指定校推薦なども多い学校というふうによく言われております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、進路指導以上にもまたなんか新しい取り組みも組まれているので、そうですね、まあ、私学は時代に敏感なので、はいはい、まあ、本校でもいろんな取り組みやっておりまして、はい、まあ、特に英語はですね、センター試験がなくなるということで、うんうんうん、昨年度から英語の外部試験の必修化ということで、はい、まあ現在 GTEC を受けてたりとかですね、はい、トフルジュニアとか、はい、まあ、そういったものを必修化しております。そして高校1年生はの教室にすべて Wi-Fi 環境を整えて、うんうん、Chromebook を使った授業を展開していると、うんうん、それから、まあニュージーランドをはじめとしていくつかの国でですね、まあ、ターム留学制というのを導入しております。はい、まあ、今年23人のお子さんが行きましたけれども、はい、非常にいろんな語学研修がありまして、うんうん、まあ、特徴あるのはこのイートンサマーカレッジですかね、はい、たまたまイートンの学生が日本の高校生とサッカーの試合をしたいということで、はい、当時東光学園に中村俊介君がいたので、はいはい、ジャパン東光学園対イギリスイートンの試合が行われたりとかですねこの9月にもですね、はい、ラグビー部がとうとう対戦が決まっているというところで、はい、非常にそういった交流も盛んなのかなっていうふうに、国際交流も結構盛んそうですね、ということで、うん、いろんな語学研修があるというのも魅力的なのかなっていうふうに思います。うん、はい、はい、まあね、本当に魅力的な活動であったりとか、ね、ご指導、ね、ね、別学の指導であったりということで、ね、やっぱ気になるのは入試のところ、入り口のところだと思うんですが、ね、そちらのお話もよろしいでしょうか。そうですね、はい、うちは中学入試、高校入試と、はい、まあ、中学からも高校からも入ってきます、はい、また出入りの多い学校で、はい、一旦入ってきてもお父さんの転勤の関係で出ていくお子さんもおられて、はい、また戻ってくるということで、はい、まあ、帰国制入試、それから、まあ、天変入試験というのを年3回やっておりまして、はい、今画面上に出てますけども、はい、まあ、中学入試はさらに英語資格や、まあ、TM タレント&モチベーション入試ということで、まあ、さまざまな資格というんでしょうかね、そういったものも、考慮するような試験も行われているというところが特徴かと思います。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。こちらは、はい、そうですね、はい、今社会が求めている人材ということで、はい、もう、まあ、東京オリンピックも近いですし、うん、まあ、大学入試改革ということで、うん、皆さん保護者の方もですね、はい、どうなってしまうんだろうっていうね、疑問もあると思うんですけれども、うん、まあ、何よりも、これから必要なのはこの基礎学力、うん、思考力、うん、判断力、そして、うん、まあ、コミュニケーション力、うん、そして英語力と、うん、まあ、多様な時代でもありますので、うん、中学高校時代にどんな、まあ、克服体験をしたのかとか、うんうんうん、どんな、楽しい体験をしたのか、うん、どんな悲しい体験をしたのかっていうことが、うんうん、問われる時代なのかな、うんうん、まあ、いろんな体験を中高時代にするっていうことが大事なのかなっていうふうに思います。うんうん、はい、まあ、最近 e ポートフォリオなんてのもありますので、AO の入試っていうものが、まあ、国立で約3割と言われてますので、これからはいろんな体験をぜひ、まあ、私学でですね、はい、していただければなっていうふうに思います。はい、はい、やられたありがとうございます。はい、なんか最後に見てやられる方に一言ありましたら。そうですね、はい、まあ、いろんな私学があるので、はい、自分のお子さんに合った私学選びをですね、うん、していただいて、ぜひ各学校の説明会や学校見学をしていただければというふうに思います。今日は短い時間ではありましたけども、はい、スピードで東光学園の7つの魅力をですね、はい、伝えられたかなというふうに思います。ありがとうございます。はいはい、で本日は東光学園中学校高等学校入試対策部長の三浦俊之先生においでいただきました。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それではここからエフェクト教育クルーのコーナーに入ります。このコーナーではお子様の英語教育に関わるさまざまなお役立ち情報や試験情報などをエフェクトインターナショナルスクールがお届けいたします。ではエフェクトスクールの金子先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、それでは早速本日いただきましたご質問を紹介します。イギリスから帰国したグレード7の生徒のお母様からの質問です。ケンブリッジ英語検定に関しまして、
スケジュール、時間割と要項も含め教えてください。はい、こういったご質問をいただいております。はい、はい、ではですね、今日はケンブリッジ英語検定に関しまして、そのケンブリッジ英語検定とはっていうお話から、あとはスケジュール、あと受験要項ですね、ちょっとざっくり、お話をしたいと思います。まずですね、このスコア表っていうのがあるんですけども、ちょっとそれが出ますでしょうか。はい、こちらですね。じゃあこちらを見ながらちょっとお話を進めさせていただきます。まずですね、このケンブリッジ英語検定、こちらですね、ケンブリッジ大学英語検定機構、こちらが開発して提供をしていると。で、国際通用性の高い、英語能力認定試験、100年以上の歴史がある試験なんですね。あとですね、世界中で、年間500万人以上がこの検定を受験していると。で、さらにですね、その世界中の2万以上の大学、あとは企業、行政機関、これらがですね、当検定を認定していると。国内でもですね、大学入試改革のこういう動きとしてですね、もう先ほど今年度はね、もうセンターが終わりましたけども、来年2019年度のセンター試験を最後にですね、共通テスト、いわゆる、英語外部検定ですよね、4技能入試と言われてますけども、はい、こちらの方が本格的にスタートしますがですね、その外部検定の一つとしても、認定をされております。はい。でもすでにですね、まあ学部、一部の学部になりますがですね、早稲田大学とか、国際基督教大学 ICU ですね、などのですね、多くの私立の大学が、出願要項、出願、名言免除、あとはみなし特典とかみなし満点とかですね、追加などの形で、取り入れられているという検定でございます。で、この検定なんですけどもね、この表をちょっと見ていただくと分かりますけども、はい、まずですね、オレンジ色でしょうかね、はい、オレンジ色のラインを見ていただくと分かるんですけどもね、CFR 基準のですね、A2 のキーで、 B1 のプレリミナリーで、 B2 のファースト、 C1 のアドバンスト、であとは C2 のプロフィシエンシー、このですね、5つのレベルのテストで構成されているという形なんですね。で、この5つのテストすべてにおいてですね、スピーキングテストがございますが、このスピーキングテストが結構難しい。受験者2名ですね、これがペアになって対面式でテストを行うと、はい、2名でペアになってのテストなんですね。そうなんですね。で、なおかつですね、そのコース、いわゆるレベルに応じて時間をかけて試験を行うんですね。だからちょっと、はい、時間がちょっとずつ長くなっていくと。なるほどですね。なので、この認定機関からはですね、受験者の英語の期待値と、合致しないリスクを減らすことができるというですね、かなり高い評価をいただいているという形になっていますね。で、今度ですね、この紫色でしょうかね、このラインをちょっと見ていただきましょうかね、はい、この A2 のキーとかですね、B1 のプレリミナリー、あとは B2 のファースト、こちらはですね、フォースクールという中高生の受験者に配慮した検定もご用意、されております、はい、このもともとですね、 A2 このキーですね、はい、この検定は日本の高校生を対象に、作られた試験なんですね、はい、なので日本の学習指導要項と高い親和性が見られております、うん、とはいえですね、このフォースクール、じゃあ難易度はどうかというと、通常のいわゆるキーとかプレミナリーファースト、通常のテストと難易度は同格ですので、うん、合格された時の証明書というので、はい、通常通りの証明書が発行されるという形になっております、はい、で、このフォースクールなんですね、フォースクールは学校単位での申し込みになるんですね。ですので試験会場はその申し込みをいただいた学校で、開催していただくと、うん、なので先ほど言いましたけどもね、スピーキングテストだと2名、でセットペアになってやるといった時なんかは、やっぱり同じ学校のね、生徒同士ということであれば、多少ね、緊張感が和らいでテストの点数が期待以上に伸びるんではないかなというようなことは考えられるかなと思います。そうですね、まあ、コミュニケーションが取りやすいっていうことがありますよね。そうですね。そう、なのでですね、近年特にそうなんですけどもね、多くの中高一貫校、うんうん、および公立の高校がですね、この検定を、はい、各学校で実施しているという状況ですね、うん、で、ちょっと長い歴史があるんですけどもね、中でも下越有明中高一貫校、うん、こちらはですね、どうでしょう、2012年ぐらいでしたかでしょうかね、うん、
7年ぐらい前になるのかな、はい、もうすでにそこからですねこのケンブリッジ英語検定を導入して毎年毎年定期的に当検定を実施していると。なので私もですね毎年、その開通有明中国移管校に、はい、お邪魔してですね試験監督として、その検定を、見させていただいているという状況です、はい、あとですねその私どもエフェクトスクールですねエフェクトスクールでもですね、はい、帰国子女コースいわゆるディプロマックスコースというところをですね小学生高学年を対象ですねですので、コースでいうとレベル4、5、6こちらのお子さんを対象に、先ほど言いましたペットですね、うん、プレミナリー、の試験を年に1回開催していると、はい、あとおよびですね、我々の目標であります中学2年生までにはファーストを合格しましょうねというこういう目標を設定しておりますので、ディプロマスコースの、レベル7、はい、8ですね、こちらの方ではですねこの FCE の講座を開講しているとこういう状況になっております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、スケジュールですね検定のスケジュールについて教えていただけますでしょうか。そうですね、はい、ケンブリッジ英語検定、そう頻繁にね行っている検定ではないんですね、うん、1ヶ月に1度とかそれではないんです。残念ながらないんですね。我々が行っているのは年に4回、3月、6月、10月、12月かな年に4回行っております。まさに今月ですね先週、先々週の土曜日はですね、ファーストとアドバンスかなのテストを、やってで会場はですね中野サンプラザっていうところでですね、行っております。この日程なんですね本当にしょっちゅうやれるもんじゃないんですね、はい、でこの試験日っていうのはですねこのケンブリッジ機構がですね全世界的に同一便にあるということで設定しておりますので、うん、はい、ちょっと都合悪いなとか学校のスケジュールの関係でとかっていうことで試験日を調整することが全くもって不可能な状況なんですね、うん、はい、なのでその点はちょっと受験者の方もしくは学校運営の方とかですねちょっとご了承いただきたいなというところですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ全世界同じ日にやってるんですね。あ、まあ、日本の中だけではなくて、そうなんです、そうなんです、それはなんですね、そうなんです。はい、ありがとうございます。じゃあ検定当日の時間割について教えてください。そうですね、はい、ね、時間割なんですけどもねこれがですねもうペーパー試験とスピーキングテストをですね、はい、1日でやります、はい、なのでほぼほぼ1日がかりのテストだというふうにご理解ください。まずじゃあ、ね、時間を言いましょうかね。イメージできると思いますけどもね、はい、9時、大体9時に集合で9時10分ぐらいからまず最初にリーディング&ユースオブイングリッシュが始まります、はい、これがね大体80分から90分間ぐらい、その後にライティングで80分からこれも90分ぐらい、はい、長いですね、長いですね、はい、でその後に、3、40分かなのランチタイムがあって、はい、でその後にリスニングテストとこれも45分、でその後に15分か20分の休憩を挟んで、うん、先ほど言いましたようにペアを組んでいただいた順番でスピーキングテストが始まると、うん、もう本当に1日かかり、1日がかりですね。集中力をね、切らさないように、うん、しないとなかなか持たないんですねこの試験は。そうですね、はい、でですねこの試験のね、ちょっと受験者層といいますかね受験をした方々のスコアをねお話しさせていただければなと思うんですけども、はい、基本的に、一番最初のリーディング&ユースオブイングリッシュこちらの、ね、スコアは比較的平均値が高い、うん、受験者の平均スコアが比較的高いです、うん、その次のですねライティングこれがですねちょっと厄介、はい、結構ね合否の分かれ目かなって私は感じてますけども、課題が2つ出るんですねライティングはで、それをですねボールペンで回答せよとボールペンで回答せよというですね、はい、うん、もちろんその試験当日はですね白紙の下書き用の紙が配布されるんですけども、はい、うん、じゃあ紙に書いてそれを回答用紙に移します、うん、こんな時間は全くないんですね、ですね、その余裕はないですね、基本的にはなのでボールペンで回答を記入するというこのですね、うん、慣れというのが非常に必要。この慣れがないと、やっぱりね時間がありませんとか、うん、本当に時間ギリギリまでペンを動かしている受験者が多い、うん、
ですね。そのボールペンで記入となると、はい、間違えてしまった場合、例えばスペルですとか、まあ、いろいろ間違えてしまった場合は、はい、ありますね。はい、どうなるんでしょうか。これね、間違えた場合はですね、まあ、日本戦で消すなり、はい、まあ、していただくんですけども、うん、当然その点数をつける方は人間ですのでね、クシュクシュっとなんか汚らしくこう消したりすると読む方もね、ちょっとそうですよね。なのでその辺は綺麗に書かなければいけないっていう、これもやっぱ慣れなんですよ。なのでこれ慣れるためにはやっぱトレーニングが必要。この辺はね、対策をしておいていただいた方がいいかなと思いますね。そうですよね、まあ、1号だけならまだしも、その構成とか、そうですよね、この文の全体の流れでこれ変えたいなっていう時はかなり大変ですね。まさにそう、まさにそう、そうなんですよね。で続いてですね、リスニング、リスニングもですね、リーディングと同様に受験者のスコアは比較的高い方ですね。ケンブリッジのリスニングはですね、2回繰り返して流れるんですよ。2回繰り返してなんですね、はい、なのでどちらかというと結構受験者の方々スコアが高く出るかなっていう傾向に、あくまでも傾向なんですけども、はい、傾向にあります。で最後にですね、はい、厄介なのがスピーキング、うん、この先ほど言いましたように、はい、2名ペアになるっていうところなんですけども、はい、スピーキングはですね、その当日に受験番号順に前からトン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 とペアを組まされるわけですね、はい、やはり初めて会った人とペアを組んで、試験に挑むと、なおかつ試験面接官も2名いるんですね、うん、1名はジャッジをするだけ、うん、でもう1名が質問する、はい、結構この2対2で4名で、進めるこのスピーキングテスト、これもですね、やっぱりどちらかというと慣れが必要かなと、うん、で、ね、全てのテストに言えるんですけども、やはりその過去問だとか、うん、あとはケンブリッジのサイトにサンプルペーパーっていうのがございますのでね、うん、はい、こちらをよく見て傾向とか、あとはスピーキングテストの場合はどういう内容で、質問が進められるのかとかっていうところを把握しておかないと、なかなか点数を、高めの点数を取るっていうのは難しい検定かなとは思いますね。はい、知らない受験者との2名で のスピーキングと、やはりこう掛け合いとこう見られるっていうことですかね。そうなんです。英語力、自分の意見だけではなくて、はい、そのペアを組んだ方の意見を聞きながら、その意見に対して自分の意見をこう伝えていく、結構これ難しいんですよね。そうですよね、慣れないと難しい。コミュニケーション力でもありますし、ね、そうなんです、そこも見ています。そこも見ています。はい、ありがとうございます。なので全体で言えることなんですけどもね、リーディングおよびリーディングとユースオブイングリッシュですね、それとリスニングかなは非常にスコアが高く、まあ、非常にって言ったら語弊がありますね、スコアは高く出る傾向にあります、うん、比較的ですね、はい、でそこの合格することする方と、はい、しない、残念ながらパスしない方の差というのが、うん、何度言いますけど、ライディングとスピーキング、うん、ライディングとスピーキングを平均点以上と平均ぐらい取っていれば大体皆さん合格されるんですけども、残念な方っていうのはそのライディングとスピーキングの点数が伸びないという、うん、こういう形になってるんですね、まあ、最後になりますけどね。なので、先ほど言いましたように、TOEICをね、エフェクトスクールでも、はい、ディプロマックスコースですね、帰国子女のコースの、はい、レベル7、8を対象にですね、このファースト、FCE と言われてますけども、うん、FCE の講座を開講しておりますのでね、ぜひこちらに参加して、はい、十分なですね、対策を練って、はい、で、ケンブリッジ検定にね、挑んでいただければなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、皆様いかがでしたでしょうか。これからもエフェクト教育クルーのコーナーでは、皆様のお役に立つ学習に関する情報や受験情報をお届けしてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、教育ライブチャンネルクルーいかがでしたでしょうか。過去のライブを見逃してしまった方は、ウェブサイトに映像をアップしていますので、ぜひご覧ください。次回第19回目は、
4月9日火曜日、日本時間お昼の12時です。ぜひお友達にもご紹介ください。教育ライブチャンネルクルーのウェブサイトで簡単に登録できます。それでは皆さん、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。